はい、こんにちは、カズボーです。ですね、これね、解消構文3って書いてるんですけど、これちょっとね、前っていうかね、まあ今より、まあ1年ぐらい前かな。なんかね、リリースされたっていうかね、これフリーゲームなんですけど、自分1と2ね、大昔にやってまして、ってのが、まあ自分のことね、昔から知ってる人だったらよくわかると思うんですけど、昔、ホラーゲームとかすごいやってましたよね。もう5年くらい前の話だけど、それで、ドラクエとかやりだしてね、いつの間にかね、ドラクエ配信者とか呼ばれるようになったんですけど、まあ、そうでもないかなとは思うんですけどね。もともと、元の元の元をたどると自分ホラーとか好きなんですよ。でね、フリーゲームもそうなんですけどね。それでこれをずっとやりたくてね、忙しくてできなかったっていうのが本当なんですけどね。っていうのが1と2ありまして、これね、都市伝説とか、やっぱホラーもそうなんですけどね、なんかそんな感じのゲームなんですよ。で、すげえ面白いので、でね、やろうと思ってね、時間が経ってしまったって話です。1と2もだいぶ前ですけど、再生リストのね、最初の方にあると思いますんで、ただ、昔のね、実況だったので、まあ本当に至らない部分はいっぱいあると思いますけど、どれくらい成長したかもね、まあ実況者としてね、あ、見ていただければいいかなとか、自分の勝手なる願望なんですけど、やってみたいと思います。音とかも調整していこうかなと思うんですけどね。このゲームには恐怖を与える表現が組まれています。小さいお子様や心臓の弱い方はプレイをお控えください。はい。まあ、ビビらせ要素とかあるのかな。2010何年4月。もうちょっと前か？じゃあ。あ、ある一人の少女が一家惨殺事件に巻き込まれた。これワンの話か。彼女はその生き残りで事実は公になっていない。これあれだね。一人かくれんぼみたいな感じかな。未解決事件として闇に葬られたこの事件だが、その真相は怪異という未知の存在によるものだった。はい、2010何年7月、を3ヶ月後だ。人々の記憶から事件が忘れ去られていた3ヶ月後、また新たなケースが発生する。あ、これ2の話か。かな。と、呪術の家系に代々引き継がれた呪われた箱。それを媒体として怪異が町全体に拡散した。これなんだっけ、小鳥箱だっけ。先の事件で少女を助け、解決に導いた刑事が、自身の同僚と共に、あまたの怪異を修正する。あまただよね、今な。幾多とあまたあるかね。これらも2つの事件として利用して、怪異症候群という、症候群シンドロームだよね。第2の怪異症候群から半年後。ああ、そっから半年後なんだ。これね、すげえ面白かったんですよね。制作、夕闇の季節さん。フリーゲームなんでな、ドラゴンファンタジーと一緒ですね。演出シナリオ、ナオさん。素敵なゲームをありがとう。実況者、カズボーです。結構配信されてる方いるみたいで、まあやろうと思ったんで中は見てないんですけどね。まあ配信者さんそれぞれの面白さはあると思うんですけど、絵がついてる、すげえ。じゃあ後で連絡するから。もうすげえ。これあれだね、主人公かな。なんか前この子を動かしてたよね、こんな子ね。うん、また明日ね。これ女の子のお友達かな。なんかいたね、こんな子ね。なんだっけ、名前忘れちゃった。おお、なんかそれっぽい味出してますね。なんか電車って動く時が女音するよね。第一章、如月駅。これあれじゃん、都市伝説じゃね。なんかあるよね、如月駅って。なんだろう、なんて説明したらいいんだろうな。多分そういう話だと思うけど、やっていけば自分が説明しようとしてる感じなと思うけどね。シフトプラス方向キーでダッシュ移動。あ、動かせる。あれ？シフトプラス方向キー。なるほどね。ステータスどうやって見るの？ステータスはないんだ。
で、これあの女の子じゃないじゃん。え、こっち側の女の子が主人公なの？話せない。お、なんだなんだなんだ。如月駅とは存在しない架空の駅名である。まあそうだよね。電車の様子がおかしいので降りてみた。如月という駅名を見たことない。だから普段、そうだね、匿名掲示板で何度か、例が確認されているが、巻き込まれた当人は最終的に連絡が途絶えている。類例って読むんかな、あれは。だから要はいつもね、A っていう駅と B っていう駅があるとしたら、その間にね、いつも寄らない駅があって、なんかそこに着くみたいなね、なんかそういう都市伝説の話だよね。お、なになになに、倒れてる。開いてる。一体何が？お話はできないんだね。何よ、この空気。これね、まあ初見なんですけど、結構ね、わからないとやられたりするんで、結構死にゲーなんですよね。まあ3はちょっとどうなるかわかんないですけど、ヒント。X ボタンでメニューを開く。あ、これか。セーブ。まあ、セーブされたんかな。あ、なるほどね。5分37秒。アイテム。ちょっと慣れが必要ですね。ユーズチェック。ユーズ。今操作する必要がない。チェック。愛用のスマホだ。おお、スマホなんだね。埃がかかっている。うわー、なんかあれだ。文字化けして、なんかたまになんかこんなコメントとか来ますけどね。文字化けしてんの。なんだろうね、それね。なんか、やばいやつかもしれないけど。何これ。気持ち悪い。ここ何駅？何駅？自販機がある。見たことない飲み物ばかりだ。なんかあれあんのかね。あったかいあれ、アクエリアスとか冷たいお汁粉とかあんのかね。電源入ってなさそう。空き缶入れのようだ。一つもゴミが入ってない。駅なのに。おお、すごいね。リサイクルかもしれないな。そこに穴が開いてて、なんか下で誰かやってんかもしれない。これね、自販機でね、さっき今話したネタなんだけど、ハテナ缶みたいなのあって、あったかい冷たいしか書いてなくてね、なんだろうこれって、何が出てくるかお楽しみって書いてあってね、あったかいのを押したら、アクエリアス出てきてびっくりしたことあるからね、これわざとやってんだろうと思ってね。それはねえだろうと。冷たいお汁粉とか、あとなんかリゲインの、なんだ？あったかいのとか。爆発すんじゃねえのと思ったけどね。びっくりした、あれ。面白くてね、3本ぐらい買ったんだよ。誰一人いない。田舎じゃあるまいし。なんか昔ね、こうやってね、やってたって言ったんですけど、その時のね、実況をね、見たがってる方ね。まあ、古い方ね。自分の。かなりいましたんで、自分もやりたくてしょうがなくてね、こういうゲーム。押しても反応がない。まあ、セーブはね、こまめにした方がいいんだよ、このゲーム。こういうゲームはね。ここが何駅か確認しよう。白線の内側を調べる。白線の内側。ああ。如月駅って書いてんじゃねえの。下は見れないんだ。月の宮？月の宮ってなんだ？そんな駅あったっけ？あれ？調べらんで。
月の宮だって。反対側行けばいいのかな、これで。一応ね、迷ってるとこも入れますね。何がどうなっているの？巫女、通じるかな？そうだ、巫女ってあのね、さっきのあの赤いリボンつけた女の子、あれ前主人公だったんだよね。1の主人公か。で、2はまた違ったんだよね。あの映画見た？感想教えて。泣けた。ねえ、ちょっとやばい、変な場所に迷い込んだんだけど。見たら返事して。お願い、早く気づいて。お願い、早く気づいて、セーブ。どのぐらい刻みでやった方がいいんだろう。知ってればね、結構早いと思うんだけどね。あ、いけた。フリーゲーム面白いんだよ、本当に。誰もいない。このまま先に進んじゃってもいいのかな？広告やチラシが並んでるが、どれも見たことないものばかりだ。大きなポスターが貼られている。こういうところは普通っぽいけど。読めないよ。なんか文字が普通じゃない。21にゃにゃにゃ。わからん。なんだろうね。ああ、改札口があって、下降りたらどこ行くの？キオスク。店員さんいないわね。商品が並んである。空っぽだ。古いタイプのゴミ箱がある。いろいろ調べるとね、なんかね、書いてか足音一つ聞こえていない。どうやって切符を買うのよ。家に帰れないじゃない。機械は完全に停止している。反応がない。今はこういうのを気にしててもしょうがないよ。あ、なんだあれ、棚にあんのね。気になるところはないようだ。あ、いけんだ。右か、行ってないね。こんな駅見たことない。現実だよね、これ。雑誌が入っている。意味不明な内容の本。何もないわ。シャッターは閉まっている。お店っぽいけど、なんだろうこの違和感。たこ焼き。お店っぽいけど、なんだろうこの違和感。屋台のようだ。あ、こっち行けんだ。メニューからスマホを開く。ああ、はいはい。すげえ、 LINE とかある。前の時代で、じゃあなんだろうね、だいぶ時はね経ってんですけどね、ワン発売、まあ発売じゃないけどね、出てから。だけどあの時代って今に近い時代だったんかな。じゃあ LINE を見る。返事は来てないようだ。ツイッターでつぶやく。一応つながるみたい。なんて書き込もう。変な場所に迷い込んだ。月の宮って駅知ってる？フォロワーから一件の返事が来た。そんな都市伝説聞いたことあるね。つぶやき続ける。都市伝説って？今その駅にいるんだけど。これ書いたら嘘つけって言われ。都市伝説って？異次元にあると言われている架空の駅名ね。今までに似たような報告例がある。なんかね、これ呪いのビデオ的なね、ものでも自分見たことあるね。っていうか、私、今そこにいるんだけど。意外や意外や、案外ホラー見てるカズボウさんです。じゃあ、写メ撮ってみて。本当っぽかったら拡散してあげる。写メか。っていうか、こいつ誰？フォローした記憶ないんだけど。はあ、なんでこんなことになっちゃったんだろう。シャッターポイントを探す。なるほど。なんだこれ。巣？巣って何？シャッターポイント。一般。
あ、バスの巣か。シャッターポイントを探すだって。月の、月の宮って書いてるとこ行けばいいんかな。ちょっとセーブしよう。シャッターポ、あ、なんだ。A ボタンそのままスマホ操作へ移動。あ、はいはい。電話かける。どこにも繋がらなかった。何枚か写メを撮ろうだって。え、撮ったんかな。写メは撮ったけど、なるほどね。このボタンで勝手にできんだ。なるほど。何枚か撮ろう。なんかいるんだけど。なんか進めね。え、なんかいるんだけど。いるけど、なんかそこ行けないんだけど。何枚か写メを撮ろう。え、これさ。あ、なんだ、なんだ、なんだ。これ何？この場所を撮ってみようかな。ああ、そういうことか。写メを撮る。どうなってるの？全然うまく撮れてない。あ、いけた。あ、びっくりした。なんか、ムカデみたいな何かと思った。椅子が冷えている。これ顔じゃねえの？また取れてない。どういうこと？故障？え？時間だけが過ぎていくな。ちょっともうちょっとやりたいよね。最初だからね。あ、びっくりした。ジムかと思った。どこにもつながんない。月の宮って書いてあった場所は？だよね。月の宮。この看板取れば信じてくれるかな？はい。何度やってもダメみたい。へえ。まだ、ないのか。さっき窓にさ、なんかうごめいてた人ってあれなんなん？
すべて100円。ないね、なんもね。行ってない場所ある？どっか。サメをアップする。これで信じてくれるかな。ツイッターに社名をアップロードした。何やってんだろう私。そういえば社内の人たちは無事なのかな。社内の人たちは無事なのかな。社内ってさっき言ったとこだよね。社名をアップする。なんかあれうごめいてんの、なんなんあれ。あ、こっちはないね。さっき行けなかったよね、ここね。あ、行けた。みんなまだ眠ってる。眠ってんのか。私も何か眠気が。なんだ。おお。やべえ、マジやべえ。おいおい、やべえよ。お前か。これあれか。誰だっけ、2の人だ。多分。ここは遊び場じゃないんだけど。いやいや、緊急事態だぜ。一体どうした？ツイッターって知ってんだろ？さっき俺の後輩が拡散してたんだけどよ。ちょっとこれ見てくれよ。赤いよね、調べてる。これはゆかくんのアカウントか？ちょっとした騒ぎになってんだ。この数分間で急速に拡散されてる。ゆかくんって前いた子だよね。知らない駅に迷い込んだ月の宮。写メもあんだぜ。だあの子だよね、多分ね。これだけでは何もわからないな。彼女は今、助けを求めてる。何らかの異変に巻き込まれた可能性は高い。のんきに構えてる暇はねえぜ。はあ、もう帰る時間なんだけど。だよね、ワンからいた子だよね。今動かしてた子って。この子だよね。もうずっとトンネルの中。40分は走ってるよ。全然止まんない。どうしよう。充電がもう半分だ。これでもし電池が切れたら。だからね、こうやってホラーゲームとかね、結構やろうかなと思ってるので、なんかおすすめでね、配信してもいいホラーがあったらね、コメントくださればね、ちょっと調べてね、やろうかなってなってみますんで、ただやったことあるのはね、ちょっとやらないんですけどね。もうちょっとだけやろうか。30分ぐらい目安にやろうかなと思うけど、この子なんなん？いけないよね。魔女の森とかも自分やってますよ。だいぶ前だけど。新エンディングとか出しましたあれ。すげえやばいっすよね、あれね。超面白かったんだけど。だからそこら辺だよね、ホラーとか振りゲーとかすげえ好きになったの。まあ、その前から好きでしたけど。で、その時ってね、こういうゲームばっかりやってたんですけど、昔って。それで、3DS ね、やり出したりとか、ね、スーファミやり出したりとかね、プレスやり出したりとか、いろんなのやってますけど、これなんだこれ。ところで。
なんか右行ってっけどいいのかな、これ。なんかドラクエ1のダンジョンを思い出すんだけど。ん？殺傷室。お。ねえ、誰かいないの？殺傷がいない。いや、殺傷は君だ。異次元に存在する駅。そういえば、ネットで見たことがある。私もありますね。キサラギ駅って名前は知ってんだけどね。だから、こういう、なんか意味わかんないとこだよね。つまり、実在したってこと？ああ。問題は、この書き込みしてるのが、ゆかちゃん本人ってとこだ。彼女はこれまで散々な目に遭ってる。今更こんないたずらをするわけねえだろ。確かにな。もうコンタクトは取ったの？え？あなたもやってるでしょ、ツイッター。いや、そうだけどよ、ゆかちゃんとはフォロワーでもねえし、いきなりメッセ送ったらキモいって思われね。その発想がキモい。冗談言ってる場合か、今すぐ確認を取るぞ。いや、わかってるって、俺っちが一人で先走ってもしょうがねえと思ってよ。いいよ、私が送る。もしも時のために連絡交換してるの。私、そうだね、カジロさんだ。カジロさんとフォロワーだから、そうだね、そうだ、カジロさんだ。あれ、上白って呼んでね、後で振り仮名ってカジロさんって書いてあったんだよ、確か。お、開いた。なんかさらっと出たけど。で？うう、何この空気。どう見ても元の世界に戻ってきた感じじゃない。相変わらずか、どこだかよくわかんない。文字が消えかかっていて読めない。どこでしょうね、これね。見たことない場所ね。カタス。また知らない駅名、カタスってなんだろう。これ使うべきなのか、節電しよう。なるほどね。カタスだって。なんだろうね。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。切りどころがね、気になるよね。なんだろうね。この月の宮があって、カタスって書いてるけど、なんか、キサラギ駅って書いてあったから、なんかそっなんだろうね、こう、なんだろう、現実とね、また違う世界に迷い込んで、みたいなね、なんかそういう話、都市伝説であるよね。多分そういう系の話なんだと思うけど、ね。だからこういう感じのゲームなんで、ちょっとやってみたらわかると思いますね。はい。ということで、まあ、あのね、まあ、ちょっと昔やってたんで、1と2はね。だからちょっと覚えてない部分はだいぶあるんだけど、ね、一人かくれんぼとか、その小鳥箱とか、あと何やったっけな、八尺様とかね。あと、なんだろう。テレビ見たら砂嵐とかあるじゃないですか。なんかそれがいきなりね、画面切り替わってね、本日のなんか死ぬ人が出てきたりとか、なんかそういうね、すげえなんか面白いんですよ、このゲーム。なんかこういうホラーとか好きな方とか、都市伝説好きな方とかだったら、自分も好きなんですけど、あ、なんだこれって先気になってね。まあ、そういう感じのクローンゲームって結構多いですよね。だからね、本当にやっていきたいと思ってますので、まあ、これもそうですしね、RPG もそうですしね。どっちかって言えばこういう系のゲーム好きですよね、自分ね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。だいたい30分ぐらい収録したかなと思うので、まあ、この続きね、このカタスが何なのかわかりませんけど、ね、じっくりやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録。ツイッターのフォローよろしくお願いします。自分もね、ツイッターやってますんでね。まあ、日常のこととかね。自分も家族いますんでね。まあ、今日娘とこんなことして遊んだとかね。まあ、ね、コメントでこんなことあったとかね、いろいろね、つぶやいてますけどね。まあ、本当に、あ、こういう実況者なんだなと思ってくださればいいかと思います。あ？なんか出てきた。
西武水晶、西武水晶だって、なんかあるぞこれ。なんかある時って西武ってあるよね。